として空飛ぶ円盤東京に現る。その宇宙人の正体は謎に包まれて、現在発表されている限り人工衛星にはこれほど強い光源体はないはずだ。お、ガイドを持った。怪しく輝く青白き光、日本人に姿を変えた宇宙人とは。地球上において今すぐ原水爆を平和領に切り替えても手遅れです。地球が壊滅するという事実が数日前宇宙船より観測されました。そんなバカな、信じられん。我々を混乱さすために。それ光だわ。光の強さが倍になった。ある程度距離は衝突まであと5日です。まもなく地球は大爆発する。全人類が壊滅するこの恐怖、消滅地獄と化した地球に刻々迫る死の優勢。最高の技術と科学の粋を集めて巨匠島浩二が描く大映カラー総天然色空想科学映画。